こんにちは、みやこです。ちょっとお時間空いてしまったんですけど、 F35 今回の動画でね完成しましたので、ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。前回の動画でこういう本体のところを出してなかったと思うんですけど、こんなにねパチパチ組み上がるんですよ。まさに気持ちいいんですよ。そしてこのモールドはえぐくないですか。今回の私の塗装でね、この綺麗なモールドたちがどうなってしまったのか、最後まで見ていただければわかりますF35 の本体部分といいますか、後でまとめて塗装するときに透明パーツ使うんですよ。え、これ今貼っちゃっていいのって思うんですけど、このマスクシールがあるっつうことは、もう本体に接着して最後にここ取ってねっていう感じでよろしいんですよね、タミヤさん、ということで、そのマスクシールをね信じてバンバン本体にね接着できるところは接着してまとめて塗装っていう感じでやりました。なんか飛行機模型作るのすごい久々だなって感じたので新鮮でした。新鮮っていうのはあれですよ、作り方を忘れてしまっているっていうことですね。あれ、どの順番でやっていけばいいんだっけみたいなあやふやになりながらもやったんですけど、とりあえずねこの F35 はねバーチピタに来るわけですから、すげえ楽しかった私的には楽しかったんですけど、なんかね私の視聴者さんの中には、私が苦しんでいるところを見たいよっていうね一部マニアなファンもいらっしゃってですね、その方向けでは多分ないなっていう感じがしますね。やはりタミヤはすごい作りやすさをすごいんです仮組もこんな感じでねサクサク組み立てられるんですよ。私のね油ぎっしゅな手ではたまにマステを使わないと落下することもあるんですけど、まあね手カッサカサの人なら大丈夫だろうっていう感じで、トリマーすごいんです今の時代でこんなにサクサク作れる飛行機プラモを作ってしまったら、今後さスケールモデルのプラモをどんどんバチピタ化されていくのでしょうか。今後のね新製品情報が楽しみでなりませんよね。皆さんもさ、俺が子供の頃はプラスチックモデルじゃなくて木だったぜみたいな武勇伝あるじゃないですか。私もあれ喋ってみたいの。孫とかができた時に、私あの時代はねプラスチックがバチピタに合わなかったのよなかなかって言いたい。多分ね未来の時代にはもっと作りやすくなってるんじゃないかなって思うんだよな。今まで飛行機模型作ってた時って、だいたい本体とか翼を一緒にくっつける時に合わせ目ができて、そこをなんかパテとかで埋めた記憶があったと思うんですけど、今回の F35 は全くそれがなかったですね。逆にその心配すらしなかったです。だからよりストレスなく作れたのかなって思いますよね。そしてこのさっきから作ってる変なプリンってした形なんですけど、エアインテークの部分で黒いパーツあるじゃないですか。中にシルバー塗り込んだんですけど、あー結局これ中見えなくなっちゃうんだと思って、あー今だけのお楽しみをありがとうという感じでございました。完成後にもしかしたらチラッと見えるのかなと思って今チラッて見てみたのですが、全く見えないんですよね。これはだからこの動画を見てる方とか F35 を作ってる方限定の激レア映像となったんじゃないでしょうか。一度先ほど仮組みをして、あーここは塗っていいなとか、ここは塗らずに済むなっていうのを見てから、これはもう本体接着の方に入っていきます。ガシガシ中の方接着しまして、上と下をパパーンってくっつかるわけですね。あーこれがすごい楽しい、気持ちよかった。で、飛行機あるあるだと思うんですけど、説明書をめちゃめちゃ読み込まないと、こうやってまとめて塗装したい時に、あーこのパーツ接着しておけばよかったとかありますよね。それを防ぎたいので説明書めちゃめちゃ読み込んで、あここはまとめて塗装できるなっていうのを探しておりました。でここですよ、ここ中身塗り込んで塗り分けまでしたんですけど、結局私が選んだモードでは隠してしまうんですね。全く見えなくなっておりました。封印です。一生もうこの先見ることはできませんね。昇降用ラダーを取り付ける場合はここ開けっぱにしてていいんですよね。でも私ラダーとかねいらないなって思う派なので、収納状態を選んだら封印されてしまいました。で透明パーツかぶさるところの下の部分ってだいたい黒とかシルバーで塗ってねっていう指示があるので先に塗っておきます。どうせあんまり見えなくなるのでバババーってもうムラとか気にせず、とりあえず黒で塗れればいい精神で塗ってしまいました。そして何この腹立
ツシーンって思うんですけど、これティッシュですね。ティッシュを使ってマスキングしていきます。このマスキングの方法って本当にいろいろありますよね。塗り消しを使う方も多いし、私もね一応その画材屋さん用の塗り消しっていうのを買ってみたんですよ。まだ使ってません、ごめんなさい。この時はもうティッシュっていう選択肢しかなくてこれを使ってしまいました。で、私こういうさマスキングをしてると絶対皆さんにコメントで言われるのが、紙粘土は入れないんですかみたいなね、あれ多分一生言われるんじゃないかぐらいの伝説になってしまったんですが、皆さん紙粘土でマスキングは絶対ダメですよっつうことですねマスキングしてない箇所ないかとか入念に確認をして塗装に入っていきます。やっと私の一番大好きな塗装作業が待ち受けておりました。で、今回ね黒立ち上げしようと最初に思ったんですよ。今回ねノープログラムと言いますか、あれしようこれしようって突発的に思ったのをやっていきますので、ごめんなさい、ぐっちゃぐちゃですなのでこれ立ち上げ風に一応モールドを中心にサーフェイサー用のブラックを使って塗ってるんですけど、あのね意味なかった気がするなーって感じがします。立ち上げの時もね 0.2 のエアブラシを使えばもっとねモールドにぴったり拭けると思うんですけど、私黒を塗装した後で、あ 0.2 使えばよかったって後悔しました。で、皆さんこれ右がモデルカステンの C17 ステルスグレー1番を塗ってみたんですよ。どう思いますかっていうのあれなんですけど、私のね好みの色じゃなかったんだよな、申し訳ない。おすすめしてくれた方いっぱいいらっしゃったので買ってみたんですけど、なんかちょっと違うなーって、私の想像する F35 ではないなーって思ったので、今回もう別のクレオスの色を使ってしまいました。すいません。これでもねすごいいい色、メタメタしい色にぴったりだなって思ったので、他の場面で絶対使えると思いましたね。計画が大幅にずれちまった、どうしようと思って机の上を見回してみたら、あれこれなんかすげー F35 にいい色なんじゃないのって思ったのがこちらのクレオスの C301 グレー FS36081 という色ですね。で、こちらの色にホワイトを入れて、あーちょっと白くなったなぐらいの色を作りました。なんでこれを先に作ったかって言いますと、モールドのねボワボワってした部分をまず明るめのグレーで塗ってしまって、その上から濃い色でなんかねなんかボワボワした F35 を作れたらいいなってこの時考えついたので、それをやってみたわけです。最初に濃いグレーを塗ってしまって、後から薄い色でモールド部分を上から塗ればいいかなとも思ったんですけど、そんな私うまく塗れるかと思いまして、自信をなくしていた時だったので、先にねこのモールドを塗ってしまって、後から広い部分を塗ればなんとなく見えるんじゃないかなっていう感じですね。なのでもう最初の立ち上げが全く意味のない仕様となってしまいました。そしてこの時から 0.2 のエアブラシを使っております。これでもね 0.2 の細さになっているんですよ一応。で、これだけねいっぱいモールドあるんですけど、説明書というかカラー見本を見てみると、全部が全部その色が違うわけではないんですよね。なのでそのカラー見本を手元に置きながら、あここは明るいなっていうのを見ながら一応やっておりました。明るい色は2回拭いて終わりですね。その様子がこちらになります。ほらね立ち上げ意味なくなっちゃったでしょで、明るいグレーを塗り終わったら表面をツルツルにしておくと、多分次の色が塗りやすいなとか、最終的にデカール貼る時にシルバリングを置きづらいなと思って、色を塗るたびにティッシュでふきふきしております。続いて濃い色を塗っていきます。こちらね調色せずにただのクレオスの C301 番を塗っております。全然色が違いますよね。もうちょっとさ明るいグレーの時ホワイト少なめでもいいんじゃないかなって思ってしまいました。私が理想とする F35 はですね、このグレーとボワボワした部分のラインがあんまり見えないような、そういう時の F35 が好きなんですよ。表情によってはねこのボワボワがはっきり見える時もあるんですけど、私はねあんま見えない方が好き。なのであの理想としていたのは、本当にしつこくて申し訳ないんですけど、2023年9月号の航空ファンに乗ってる航空自衛隊が飛んでる時の F35 にしたかったんですよねっていうイメージは抜群なんですよ。それをイメージしながらこうやってエアブラシで塗っているんですけど、まあ理想と現実はかけ離れておりますなつうことで、このねモールドを避けて塗るのが意外と難しいんですよね。モールドってまっすぐのラインとかギザギザの
のラインがあるのでその通りに塗っていきたいんですけど、ギザギザのラインをあなんかまっすぐに見えるなっていうところがあったり、私のイメージの自分と実際の私の手が思うように動いてくれないもどかしさがありましたね。これは練習あるドミだなって痛感いたしました今吹いてるのは1回目のグレーを終えて2回目の濃いグレーの塗装中なんですけど、まだまださ明るいグレーが強調しすぎてますよね。個人的にはねもっと薄くてもいいぞという感じでしたので、この後さらにね境界線をぼかしました。つうのも上からもうグレーバーって何度か吹きましてこの状態になりましたということです。あれもうこれグレー一色なんじゃねって思われる方よく見てくださいませ。ちょっとだけ明るいところがあるの個人的にはねここまで目立たないぐらいの F35 の状態が一番好きなんですよね。うん、なかなか自分の理想には近づけたと思います。でもさ他の方の F35 をさ写真とか雑誌で見るともっとさ全体的に明るい感じの F35 が多いんですよね。私はなちょっと黒目の感じになってしまったんですけど、これはこれでいい、結構自画自賛ですがこの色合いとても気に入っております。ティッシュとかマステでマスキングした部分も綺麗に覆ってもらってますね。うん、よかったよかった。リタッチとか今回なく順調に進めております。で最後に全体の塗装終わったので再度ティッシュで拭き拭きして表面がツーツーになれば OK です。調子がいい時はこの親指が出てしまいますね。うざい方誠に申し訳ございません。色の保護というか次に貼るデカールたちの密着を良くするために半光沢を表面にふわっと拭いておきます。でその後あもう今つけちゃっていいかなっていう部分は組み立てしておりますね。でも全部組み立ててないです。足とかはねぶっちゃけデカール貼る時に邪魔なので一番最後につけるようにしました。なので今尾翼とかエンジンノズルをつけるぐらいで終えているんですけど、あーなんか形になってきましたね、かっこいいなーっていう興奮がありますね。そしてこの F35 大量祭りなデカールがいっぱいあるんですけど全然使ってないですね。っていうのも私がさっき薄いグレーで塗った色違いの部分ってデカールでも再現できるよっていう優しい仕様になっているんですよ。でも私はそれを無視して塗装してしまったので使う番が全然なかったつわけですね。なのでなんかすごいもったいないなって思うのでなんかどっかの機会に使えればいいなって思っております。でその中でも一部あここはいいなとかあここは航空ファンに乗ってる F35 でも印象に残るところだなっていうデカールは一部使わせていただきました。この白と黒の模様が結構いいアクセントになったような気がします。ここにもデカールを貼っていくんですけど真ん中のねノーステップっていうところだけ使わせていただきました。本当はねこの周りのモールドも含めてのデカールだったんですけどそこはいらねえなって判断してしまいましたね。で裏面にもいろいろ貼っていきの続いてカラー見本2枚目のデカール群たちに突入いたします。こちらはね細かい指示とかが書いてあるデカールなので私は全部貼ったかなっていう感じですね。結構時間かかりました。まずは主翼のデカール貼っちゃおうと思っていたら間違えましたね。右の主翼を貼っている時にあれさっき貼ってたやつ向き逆じゃんっていうのに気づきまして、気づくのが遅すぎましたね幸いまだ貼ってから時間あんまり経ってなかったのでこのデカールのりを浸してやってたんですけれど、これぶっちゃけ水でも良かった感がありますよね。あやべやべってとにかく慌てて直したので水を使う時がありませんでした。でもこうやって向き直せて良かったです。まあぶっちゃけ本当に詳しい人じゃないと多分向き間違えててもわからないなって思うぐらいだと思うんですけどね。でも無事に隠蔽できました。細かいデカールを全部貼っていくとこんな感じになります。でこの後は各国ごとのデカールを選べるよっていう選択に入りまして、私は航空自衛隊ですね、ザ・ジャパンっていう日の丸を貼り、ここまで来たらもうあとはタイヤとかを組み立てて終わりですよ。やっとここまで来ました。私はプラモ作る時って箱を開けている時がテンションマックスなんですよ。そっから徐々にテンションが下がっていき塗装でまた上がってまたテンション下がる時があって、この最終的な組み立てに行くとバーンって山あり谷ありのテンションで作っております。そしてここですね、前脚の部分なんですけど、あーこのシーン皆さん私やらかしてないですよ、安心してください。これ説明書に書いてあるんです前脚を引き出すためにこの部分切り取っていいんですね。何この構造と思って、この複雑な構造でより作りやすくしてくれてるのかと、はー本当にすごい
りギミックだなって感じました。作ってる側からするとニッパーで切り取るってこの場面で大丈夫なのかって切り取る場所を何回も確認してしまうぐらいハラハラなポイントでしたけどねうまく前脚の部分引き出せて安心しました。こういう主脚カバー系とかは別々で塗装して最後に接着っていう手段を取りましたね。塗装の前につけてしまうと塗る時になんか段差があってうまく塗れなさそうだなって思ったんですよな。このタミヤの F35 だとステルスモードと空対空モードとビーストモードの3種類が選べるんですけど、私はステルスモードでかつこの閉装口カバーを開けた状態で制作しました。なので一番楽な方法を取りたいなって思ったらステルスモードにしてこの閉装口カバーを閉じるモードにするとミサイル1個も作らずに済むんですよね。こちらのキャノピーで驚いたのが真っ白な透明キャノピーではないんですよ。ちょっと褐色がかってて、それがねよりも塗装せずにこれでいいよっていうのを教えてくれてるかのような茶色みがかった透明ですよね今回もねマスクシールを使わせていただきました。これねわがままを言うとするならばもうカット済みにしてくれていいよっていう感じですよね前造形村の神殿作った時はこのマスクシールすでにカットされていたので、わー超楽だなーって喋っておりました。まあ自己流でねやりたいっていう方がいるから多分カットせずに提供しているのだと思うけど、これはどっちなんですかね。やっぱりカットされて欲しくない人が多いのかなっていうどうでもいいことをダラダラ考えておりながらこのマスクシール貼っておりました。で最初に黒を塗ってその後薄い方のグレーで塗るといい感じになるんですよ。皆さん見てくださいませ。裏を見るとブラックで表を見たらグレーみたいな好きな感じの塗り分けができますそしてここから私フィギュアを塗ろうと思います。っていうのもですねシートベルトがデカールだったんですよ。それはね個人的にあーって思ったので、そんならもうフィギュア置いちゃえばよくねって感じで今回も吹っ切れております。なので最初はエメラルドグリーンを使ってワン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 塗りましたよ。これね本当にね皆さんの反応が怖いですでこれ前筆塗りしてた時に視聴者さんからグラデーションメディウムとか筆塗り用の置換剤を使うと塗りムラが発生しにくくなるよっていうのを教えていただいてちょっと使ってみたんですが、私絶対使い方間違ってますよね。全然プロに定着しなかったので、あーごめんなさい本当に申し訳ないと思いながらやってしまいましたもう一回水に浸してリセットです。この方一回ふんだんに溺れさせてしまいました。すいません。この方まだ名前ないのですが、もう私に対して恨みを持っているような感じがありますね。まあ恨まれるのもしょうがないですよ。この後すっごい明るい感じのやつにしてしまったんですよ。っていうのも皆さんのせいでもありますって皆さんがあまりにもポップさんを愛しているから、もうこれは私のプランはポップさん仕様にしてやろうじゃないかっていうことで、今後もねフィギュアを塗っている時にはポップさん的なね明るい感じのパイロットを増やしていきたいなって思ってしまいましたよなので今回は F35 のパイロット実際の方の服装をいろいろ調べてみたんですけど、皆さんなんか暗い感じだったので、よっしゃじゃあ私の F35 のパイロットはもっとド派手に明るくしてやろうということで、ベースをねこんな感じのエメラルドグリーンにしてしまったわけですね。オリーブグリーンに水色を足していい感じのマスク感が出ればいいなと思ってやってみました。これねフィギュア塗るのすんごい楽しかった。だってさなんかそういう見本とかがないから自分なりにやっちゃえばいいんだっていうフリーダムにできましたね。でここからは皆さんのコメント欄を頼りにこの方のお名前を決めていきたいと思います。私が考えた候補といたしましては、まずみどりさん、そしてカエルさん、そしてエイリアンさん、もしくはもう航空自衛隊のポップさんっていう感じでね、皆さんのコメントを楽しみにしております。もしくはこの動画を上げた後にコミュニティでねアンケートを取るかもしれません。皆さんの感想をぜひお聞かせくださいませ。ということで F35 が完成しましたね。制作期間は厳密には測れないんですけど、アヒルちゃんとかを作りながらやっていたので、まあのんびり作って1ヶ月ぐらいかかってしまったかなっていう感じですね。ほら皆さんこのグレーの2色使い分けてるのは地味にわかりますぐらいの感じでございますでしょ私この F35 のタイトルは塗装した後に決まりました。その名もボワボワした F35 with ポップさん
ん（仮）ですね。この方のお名前は皆さんの投票次第で決定いたします。私的にはポップさんか、なんかエイリアンっぽいのでエイリアンさんでもいいかなって思ってるんですよね。他にもいやいやいやこういう名前がいいよって思った方はぜひコメントで教えてくださいませ。ということでね、あいにくの曇り空だったんですが外で撮影しておきました。外だとねまたグレーの色合いがガラッて変わって見えるので楽しいですね。今回ねフォトショップで色の調整とか全くしてないんですよ。なのでね、いろいろな色合いのグレーが味わえたかなって思います。緑との相性が結構いいなって思いました。なのでねこのポップさんも結構緑色で合ってんじゃねって自画自賛ですね次は何色のポップさんを作ろうかなとかいろいろ頭の中で考えている時が結構楽しいです。キャノピーも閉まった状態とちょっと開いてるバージョンの2つ作ってあるので、こうやって開閉を楽しめたりね、剥き出しのポップさんを見ることもできますパッと見グレーで地味なんですけど、いろんな表情を楽しめるとてもいい F35 でございました。そうだそうだ、いつも飛行機模型作った後って他の同じスケールと比較してましたよね。すっかり忘れていました。動画で失礼いたします。こちらが48の F35、 こっちが48のコルセアですね。 F35 の方がもちろん大きいんだけど、コルセアの翼も意外と幅広いなって思いました。こうやってさ、だって幅を比べるとコルセアの方が上回ってますね。この幅ここの長さはやっぱり F35 の方が大きいんですけど、でもこうやって見ると案外コンパクトですよね。さらにもう一つ48を準備してみましょう。続いてはドン、わでかっ。こちらも同じ48分の1シリーズのトムキャットなんですが、やっぱりトムさんはデカさが桁違いですね。全然 F35 が小柄でコンパクトでスマートになってしまいました。いやー、こうやって大きさを比較するの楽しいですな。私が最近作った48シリーズを3個並べるとこんな感じになります。おー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 同じシリーズ同士での比較はめちゃめちゃパッて目に情報が入ってきますね。今回初めてではないでしょうか、飛行機模型にフィギュアを乗せてみたのですが、なかなかいいエイリアンさんが誕生いたしましたこの方ですね。ぜひ皆さんお名前を名付けてくださいませ。で、あともう一つ忘れておりました。もうそろそろ締め切りが迫っていますね。みんなの飛行機の募集期間が9月24日までとなっております。まだの方はね、最後の仕上げを終えて募集してくださると大変嬉しいです。募集そこまで締め切って、その後編集とかわやわや入るので、投稿時期は10月に入ってからかなだと思うんですよね。ちょっとお待たせしてしまうんですが、皆さんの飛行機ね、すでにもう応募数めちゃめちゃあるので楽しみに待っていてくださると嬉しいです。それではまたどこかの動画でお会いしましょう。では。